うございます。本田陸の添田翔です。ですね、今日から3日間、琉球ブルーオーシャンというチームの試合で、以前にもですね、こちらのチャンネルでお伝えした宮崎県速研スタジアムの方に行ってまいりますので、ぜひですね、その様子をお伝えしていきたいと思います。琉球ブルーオーシャンズっていうのは、その独立リーグというか、独立リーグに所属しない、NPB から独立したプロ野球チームとしてですね、おそらく去年からかな、2020年から活動を始めて、今年2021年で2年目という形だと思うんですけども、監督の清水直之さんをはじめとして、寺原コーチだったりだとか、あるいは選手の中には、まあ、僕もですね、東京六大学の後輩にあたる、まあ、後輩というかですね、まあ、面識はないんですけども、早稲田大学でプレーしていた杉山投手ですね、その後中日ドラゴンズでプレーしたりだとか、多数のですね、NPB 出身選手を抱えた、まあ、結構ですね、強豪のチームということで、まあ、その様子をぜひお伝えできたらというふうに思います。ではまた。おはようございます。新入団の杉安投手です。バスの旅はいかがでしたか？気持ちいいですいいコメントです。速研スタジアム入っていきたいと思います。前回の動画概要欄に貼っておきたいと思うんですけども、こちら宮崎県速研スタジアム、すごく綺麗な球場でですね、このラッピング見ても分かるように、オリックスバファローズが春季キャンプですねに使用しているグラウンドと、でですね、この琉球ブルーオーシャンズ、もちろん沖縄本拠地としているチームなんですけども、のおそらくですね、セカンドホームになっているのがこの速研スタジアムというお話を聞いています。なので、まあ、今回宮崎県九州大での試合なんですけども、琉球のホーム、我々大分ビリングスはビジターでの試合ということになります。そういったわけですね、琉球の方は我々が到着した時にはすでにこうしてアップを開始しているという感じです。あの選手、おはようございます今日よろしくお願いします。お願いします。ロッカールームの様子です。どうぞ。お弁当タイムです。今日のお弁当いかがですか？今食べします全部揚げ物です。今日も頑張りましょう。えぐい、マジで頑張りましょう。アップとシートノックが終わりまして、これから試合に入っていきます。あれ、なんすか？奥野選手です。完全にあれじゃないですか。ありがとうございます。復帰おめでとうございます。一発楽しみにしてます。はい、頑張ります。あれ、キャプテンです。はい、こんにちは。こんにちは。今日は誰のために打ちますか？今日はチーズケーキさんのために打ちます。ありがとうございます。はい、頑張ります。今日もスタメンです。こちらは琉球のスタメンですね。今日もよろしくお願いします。4対2です。今日の結果、まあ、消えちゃったんですけども、琉球ブルーオーシャンズ戦第1戦は、2対3でサヨナラ負けということになってしまいました。今ですね、ダウンが終わってみんなこれから、ホテルへ向かうというところです。今日ですね、まあ、2-0 でずっと勝っていて、まあ、このままもしかしたらいけるかなというところだったんですけども、8回に同点ホームラン、そして9回に、1、3塁からかな、サヨナラヒットということになってしまいまして、まあ、悔しい敗戦というのが今日の戦況でした。まあ、明日以降もですね、この試合続いていくので、このシリーズ続いていくのでですね、まあ、今日これからホテル帰ってからの様子もお届けするんですけども、明日に向けてしっかり休んで、また地味整えて頑張りたいと思います。ではまた。アルギャプテン、今日お疲れ様でした。お疲れ様です。今日宣言通り1本出ましたが、いかがでしたか？いや、そうですね、やっぱああいうタイムリーとか出るとやっぱ気持ちいいですよね。明日もぜひ見せてください。はい、頑張ります。頑張りましょう。ありがとうございます。で、現在京都丸ホテルに到着したところです。チームメイトの後藤宝志です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日出場ありませんでしたが、はい、明日は一発、明日お願いします。かまします。よっしゃ、ぶち込みます。頑張っていきましょう。よし。こういった形で歓迎してくれています。
正式マネージャーの高部さん、お疲れ様です。お疲れ今日も試合からあのホテルの予約や何個まで本当にいろいろバタバタで大変でしたね。フル稼働でしたね。お疲れ様です。明日は出番があるかもしれない。はい、頑張ります。頑張っていきましょう。というわけで今日はこれからですね、この武部さんの思い出の地で一緒に今日試合のダウンをさせてもらおうと思うんですけど、ピッチャーあんまりできてない、ね、そうですね、ピッチャーあんまり時間なかったんでちょっとゆっくり走りたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ご覧の通りめちゃくちゃ綺麗なところです。練習するにはもってこいですね。さあ今日も元気に頑張りましょう。応援してくださっているファンの方にですね、スイートポテトの差し入れいただきました。すごい美味しかったです。このポテファーム結構おすすめみたいなんでぜひ試してみてください。では試合行ってきます。ですね、両チームアップとシートノック終わりまして、これから試合に入っていくところです。昨日の雪辱を晴らしてですね、ぜひ今日は勝ちたいなというふうに思っています。では行ってきます。今日の結果です。5対0で敗戦。現在ダウンをしてこれからホテルの部屋に帰るところです。今こうやってキャプテンが選手を集めてミーティングをやってですね、明日は絶対やり返そうという気持ちを新たにしましたので、明日についてもぜひ楽しみにしてほしいなというふうに思います。試合内容としてはですね、まあ、今ちょっと見えるかどうか分かんないんですけども、まあ、初回押し出しで1点を与えてしまった後ずっとゼロ更新で、8回のピンチに4失点で、こちら無得点のまま終了といった感じですね。まあ、なので、まあ、もちろん投打両方にですね、まあ、課題というかこれから先に伸びしろがあるということで、ではまた。今日もホテルの方に帰ってきて武部さんとダウンをしています。武部さん、お疲れ様でした。本当宮崎県すごくのどかで綺麗な場所ですね。こうやってこう、まあ、河川敷というかいう場所で、まあ、ダウンをするみたいなのもなんか気持ちいいみたいな、すごく日差しはちょっと強くて日焼けはしちゃったんですけど、まあ、こうやってプレイしたりダウンしたりストレッチしたりみたいなのがすごく気持ちいいなと思えるような気候と風景だなっていうふうに思います。宮崎遠征3日目グラウンドに到着したところです。アップ完了ですか。こんにちは、四大陸です。ですね、さっき、シートノック、試合前のシートノックが終わってですね、まあ、チームで円陣を組んだんですけども、その際に、新井キャプテン、この動画にもよく出てくれてるですね、新井キャプテンが今日の、円陣の声出しは反田さんというふうに無茶振りしてくれて、まあ、なんとかギリこなしたんですけども、そういうところでですね、あの、ぶっこんでくるのが新井キャプテンということで、では、試合行ってきます。お疲れ様です。ちょっと待って。もうやばい。バスがパンパンです。なんとか頑張って大分に帰りましょう。お疲れ様です。大分に向かうバスの中からの風景です。まあ、こういった海岸線をずっとこの九州の右側というか東側ですね、北上していくという形で大分へ向かっています。琉球3連戦最終的に3連敗ということになってしまったんですけども、まあ、その中でもちろん収穫や課題やいろんなものが見つかったと思いますので、まあ、今後も大分の活動に生かしていけたらというふうに思っています。